今日テーマ何でしたっけ？ドライブとかそんな感じじゃなかったです。大吉さん今日テーマ何でしたっけ？やべえ、ドライブ、ドライブ、違う、カラオケで歌う曲だ。そうです、そうしたカラオケですね、はい、カラオケで盛り上がる曲。やばい、カラオケで盛り上がる曲、しかも大吉さんからのご提案だ。そうあ、キャプテンこんばんは、よろしくお願いします。こんばんは、シーマキ10秒前になります。はい、5秒前、3、2、時刻は10時を回りました。ちょっとストリームのお時間です、はい。今日お届けするのはユニット系のカント、タキと、ミキサーのキャンです。およろしくお願いします。よろしくお願いします。おキャプテンさん、早速コンティニューコイン5枚、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでね、はい、こちらの放送はサイマル放送もやっております。リスンラジオで FM ギノアンを選んで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページにも再生ボタンがあります。ですね、FM ギノワンのホームページからリスンラジオ、選んでいただいて、全国の放送局の中から九州沖縄をクリック、そしてその中からまたですね FM ギノワンを探していただいてですね、と完全にラジオで流れているのと同じ放送がお楽しみいただけます。スマホでお聞きの場合はこちらも無料アプリリスンラジオをインストールしてですね、それから聞いていただくとですね、同じ放送がお聞きになれますのでよろしくお願いいたしますね。うん、危なかったね。うん、何が危なかったかは言わんこうね。ね、じゃあまず、今週のですねミュージックバー F のライブ情報からお伝えいたします。はい、6月29日木曜日、比嘉芳弘定期ライブになるんですけれども、うん、今回はですね、西澤和也さんを京都からお迎えしてですね、西澤和也&比嘉芳弘ジョイントライブという形になります。先週末ね、はい、土曜日に、元部の方でですね、元部でしたっけ、うん、元部ね、元部の方で、沖縄8対8時間耐久ライブっていうのがありましてですね、そちらに出演された比嘉芳弘さんと、西澤和也さん、京都から来られてますね、うん、こちらの、ライブになります。オープン21時、ライブスタート21時30分、ライブチャージ1000円です。それから6月30日金曜日、こちらは新京ライブ、オープン21時、ライブスタート21時30分、ライブチャージ500円。そして今週土曜日はもう7月になりますね。7月1日土曜日はですね、ひとしライブ、ひとしさん今日はモッズでライブしてます。あ、そうか、そうです、今日はねモッズでひとし&有田でしたっけ、うん、ね、うん、ということで定期のライブをされております。こちらのひとしさんが今週の土曜日、7月1日にはコザのミュージックバー F の方で、ライブをされます。オープン21時、ライブスタート21時30分、こちらもチャージは500円となっておりますので、ぜひ皆さん、遊びに行かれてください。よろしくお願いします。ということで以上今週のミュージックバイフのライブ情報でしたけれども、今日のちょっとストリームテーマはですね、カラオケで盛り上がる曲。そうカラオケでね、うん、盛り上がる曲を、皆様からリクエストを受け付けて、どんどんかけていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ツイキャスの方はすでにリクエストが入っております。懐かしいのいっぱいですね。で、ですね、ラジオでお聞きの方、それからですねユーストリームだったりで、ご覧の方はですね、数字で797@fmginowan.com、数字で797@fmginowan.com、 こちらの方まででメッセージをいただければですね、リクエストメッセージいただければ、かけていけると思いますので、よろしくお願いいたします。では一旦 CM です。
ヒロキ B は死亡したかって私も笑っちゃったあ、ブルガリさんこんばんは。まさかつみやぎさんこちらにもありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。ギノワンは雨降ってますか？ですね、今ちょっと降ってる感じですね。僕らがコザに向かう時間帯、7時半、あの頃が一番強かったと思います。めちゃくちゃ降ってました。あの高速道路川になってました。ちょうど8時過ぎの時間帯が正和宮城さんのところはあの雨と雷が広かったっていう、ねことでしたんでね。今どうなんでしょう。あ、でもあれですね、ブルグリさん今回皆さんこんばんはになっております。おお、ありがとうございます。おおってもめんだね。おおってね。リクエストにエグザイル、あ、エグザイルの銀河鉄道39、モーニング娘、ラブラマ、ラブマシン、なんか最近今日口がまめらないです。ビーズ、星降る夜にも騒ぐ、あ、いいですね。プルゲルさんちゃんとキャプテン毎度こんばんはってこっちも入ってる。あ、缶の愛は勝つ。うわ、俺これ小学校ぐらいも相当いじられましたけど、中学校の時だった。キャプテンさん、ロガスアジュンちゃん、ヨラミネ D の葬式パーティーする。もう、お母さんも1秒前です。何だよ。ちょっと5秒前。さあ、ちょっとストリームお送りしておりますけれども、今日のお題はカラオケで盛り上がる曲ということで、もうすでにたくさんリクエストをいただいております。ですね、まず読み上げていきますと、猫の大吉さん、エグザイルの銀河鉄道39、モーニング娘、ラブマシーン、ビーズ、星降る夜に騒ごう。あ、それいいな、私好き、ね。そして、ブルガリさんからのリクエストはすごい懐かしいですね、カンの愛は勝つ。おね、心配ないからですね。そう、本当に心配ないのかと、ね。お、そしてボーイのビーブルー、あー懐かしいですね。そしてなぜかキャプテンさんからまだリクエストが来てないという気になるらしい、ね。うん、気になる、D が、あ、 D がねD が気になる。そう、 D 気になりますよ、みんな気になってますよ、もうね。さあさあさあ、ということで最初早速ちょっともうどないでしょう、エグザイルの銀河鉄道39とか、ね、ただいま検索中。ん、あ、はい、ね、コンプレックス、あ、声を止めないでいいですね、Don't stop my love ですよね、いいね、なんかいいねっていうのもおかしいですけどね。ドライブ、あ、ドライブじゃない、カラオケ効果だね。うん、カラオケで盛り上がる曲、ね、ここに出てくるのをずっとカラオケで歌い続けてたら相当疲れるでしょうね休みなしみたいな、10代の体力がないと無理です、ね。ボーイのビーブル、さあそれではですね、まず1曲目、猫の大吉さんからのリクエスト、 EXILE の銀河鉄道39をお聴きください。EXILE が歌うとこうなるんだねえ、原曲がいいですね。ね、もう原曲がね、確かに。はい、次探します。あ、はい、お願いします。とね、モーニング娘。のラブマシーンもお願いします。ラスキチさんから、あ、いつもありがとうございます、うん。松田聖子さんのあなたに会いたくて、あ、工藤静香さんの嵐の素顔、そ
それらしくモノマネしながら歌います。見てみたいな。ちょっとね、あれですね、みんな今度一緒にカラオケ行きましょう、ね。まあ、その時はもちろん D も一緒ですけどね。キャンさんと D と、ね、ちょっとみんなで。アイバカツはありました。アイバカツありました。どうですよね。オーダー的に入れておいていただきたいのが、松田聖子さんのあなたに会いたくて。30日は何時までいるんですかね。最後まで12時。12時まで。12時まで。12時。チンはチン。ちょっとだけ下げていい？ダメ。ちょっとだけ。はい。これぐらい。ありました。ありました。あ、了解です。で、松田聖子さんの、松田聖子さんの、の、あなたに会いたくて。あなたに会いたくて。はい。マシンカセットカラオケで盛り上がるぜ。ああ。コンプレックスの声を止めない、確かにあれですね。おお、しかも。終わったことか。水木一郎、マジンガー Z ということなんですよね。ね、頑張らなくていいの、入ってけ。入ってけ。ちょい上に上げてもらった。 OK、 あー、行き過ぎ。待って、俺が書こうか。うん、松田聖子さんのあなたに会いたくて、はい、Missing You、 サブタイトルついてます。あー、はい、多分それでいいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で、コンプレックス曲は15秒前です。あ、了解です。一回開けます、ね。開けます。お願いします。さあ、気づかないうちにマイクがね、こんなに下がってる。ラジオでお聞きの皆さんにはね、わからないと思いますけれどもね、10センチ強マイクが下がっていたというね、うん、曲が開けるまで気づかなかった。そういうこともありつつこの放送をお届けしておりますけれども、ね、1曲目は EXILE の銀河鉄道39、猫の大吉さんからのリクエストでした。そしてですね、リクエストメッセージが届いております、うん、ありがとうございます。はい、カンさん、タキさん、キャンさん、こんばんは。こんばんみこんばんは。大丈夫か。今日はカラオケで盛り上がる曲ですよね、うん、私はカラオケでここで盛り上げとくぞという時は松田聖子さんのあなたに会いたくて、工藤静香さんの嵐の素顔、あれもすごいです ね、 ね、あの踊りがすごいんですよね。いや、だから聞いてみたい、モノマネしながらっていうこと。この2曲をそれらしくモノマネしながら歌います。いいね。似てるかどうかはさておき、モノマネしたいんだろうなレベルで必死に歌っていると周りが自然に受けてくれているはずと信じています。モノマネのコツとかあれば教えてください。それでは今日も最後まで楽しく聞かせていただきます。頑張ってください、うん、ということで、と、ラスキチさんからね、うん、のメッセージでした。ありがとうございます、いつも。まずですね、じゃあもう早速、松田聖子さんのあなたに会いたくてを、お送りしたいと思います。
藤静香さんの嵐の素顔も探しておいてもらっていいですか。ラスキチさん、ということはほっといてもモノマネしてくれるってことですよね、これね。必死に歌っていると周りが鈴に受けてくれているはずと信じていますっていうね。いや、受けてますよ、うん、いや、はい、この小説が終わりました。あ、はい、いや、それもキープ続けます。どうしようどういう感じなのかな。ちょっと後で間に挟もうかな。あ、間に挟む。はい、はい、あ、わかりました。ね、これこの曲が開けたら BGM で BGM で、うん、お願いします。え、まだ書いてない。うん、ラルク。あ、大吉さんキャスト来てます。ラルカンシリー、ラルクいいっすね、はい、ドライバーズハイ、キャプテンさんか。あ、お茶10個ありがとうございます。あざす。ちょっと喉乾いてた。いいね、補定のスリル来ましたねお茶60、お茶祭りじゃん。浴びるぞ。変えた？あ、ちょっと待って、追いつかないとどうしようもないんで、戻ってたらどうしようもないんで。ビーブルーもある。あ、ビーブルー、はい、あ、ビーブルー入ってましたね。なんか喋ってなんか喋ってしないと歌うな。ここで X とかだったらどっちが上手かな。ラルク好きだよね。好きだよね。好きなんだけど、曲わかんないんだよ。ちょうど俺が聴かなくなった時に出始めたのがラルクだ。ホテルのスリルしたのに。ですね、次、あ、そっか、これ行って、あれをやるんですよね、嵐の素顔を行くんですよね。嵐の素顔もありました。嵐の素顔も次。あ、はい。じゃあ、それを、BG で、ね、ちょっと一回上げてもらって。
パーってこうフレーム、これ上がりすぎてる。どっちやん。はあ、すごいな。マイク上げます。さあ、松田聖子さん、あなたに会いたくて、うん、めちゃくちゃ久しぶりに聞きましたけどね。だから どういったふうにモノマネしてるのかなちょっと想像してた。ね、どういうふうにも、いやそれはもうそのまんまですよ。あの聖子ちゃんのあのブリブリな感じをね、多分、いやその斜めになるかどうか分かりませんけど、うん、ちょっとほらちょっとひっくり返りそうな声とかね、その辺を多分真似して、言ってるんじゃないかな。そして、もう一曲、工藤静香さんの嵐の素顔ね、これモノマネの定番ですよね、うん、あモノマネっていうのもどうかなと思うけどね。大体振りだよね、この振りとかを回るので、工藤静香さん の困ったような顔してからこれやらないとダメなんですよ。、うん、ちょっと、うん、そう困ったような顔してカッカーンってやらないとちょっとねダメなんです。そしてねちょっとツイキャスの方でコメント来てますけども、浦添市さっきまで大雨と雷雨ね、雷がすごかった、うんうん、あさっきね、うん、あれ何稲光が見えた、見えた本当に、うん、壁しか見てないのに、いやいやいや、ここじゃないよ、あここじゃなくてね、そうそうそう、あびっくりしたよ、うん、そうね沖縄市のサテライトで、ああそういうことですね、ビャーって、あすごいなと思って、うん、だけどね今日本当にね突然ね雨が、それこそ本当にね大雨がね、すごいですよね、ね、あの茶壇もそうでしたし、うん、もちろん、宜野湾も沖縄市も、ね、でもさ梅雨明けしたっていうのに、まあ、ええ、ね、だいたい梅雨入りって言ったら晴れて、そう梅雨明けると降るね。うん、なんでそんな感じですよね、でも ね沖縄はね、うん、そうそんな感じなんですけれども、さあもうちょっとねたくさんリクエスト入ってますんでね、次はどれにしよう、あ皆さんのね、うん、後編にちょっと色々ブルガリさんのリクエストを言ってみましょうか。これも懐かしいですよ。なんで止まってるんですか。いやどうすんのかなって、どっちかなと思って、これはねあのねボーイのビーブルー、ビーブルー、うん、うん、こちらをお送りしたいと思います。かっこいいですね。これでも氷室京介さんの真似するとシャー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 になる。グサがいいですね。これは？あ、ペッパーデコフレームってこの人の。この人の。うん。そしてブルガリさんから読めないコメントが。読んじゃダメでしょうね、多分ね。ね、今日は真面目なお家にいらっしゃるのかな。お家がホテルかもしれないですね。ああ、ええ、すごいね、いいね。ホテルかお家かもしれないし。そうですよ。じゃあこれ来たら、そうです。あ、これ来てすぐ行きたいけど、この次にコンプレックスの恋を止めないでを続けていってもらっていいですか。恋の恋を止めないで、はい、もう続けて、はい、この年代入ってくるよね、うん、一応ホテイさんのスリルもありました。そうなんですよね、スリルもね、スリルはあの CM 行って、はい、CM 明け一発目もうスリルから入るみたいな感じでお願いします。これ本当ラジオで流れてたね、この曲は。そうラジオでいつも聴いてた。はい、
これなあ、モノマネのコツって人それぞれじゃないかな。なりきることじゃない。もうなりきること、うんうん、自分はそうだと。そう、うん、一番そうだと思う。私はこの人の真似してるんだと。そうそうそう、うん、誰が何と言おうと。で、あと振りだね。振り付け。あ、振り付けね。あ、カラオケで言えばね、うん、カラオケで言えば振り付けですが、うん、気持ちですよね、やっぱりね。そうだね、うん、もう分からなかったらね、あの名前を言うと、ね、う聖子ちゃんに似てなくても、うん、ね、聖子ですってね、工藤静香に似てなくても工藤静香ですって言うと、そしたらみんな認めざるを得なくなる。なるほど。それでいいんじゃね。あ、キャプテンさんモノマネできるぜって来てますね。おう、ちなみに誰のモノマネなんでしょうね。気になるな。与那嶺 D のモノマネとかどうですちょっと待ってくださいよ。これキャプテンさん、井上陽水とハイドですか、それともヒデ。ヒデだよ、小文字だから。ハイドの方ですかね。ハイドの方ですか、これ。さっきラルクが出てましたから、あ、そっか。確かにね、ヒデの真似って微妙だよね。お元気ですか。それ僕にやれって言ってます、井上陽水風。陽水は陽水がね、口をね横に広げて喋る系じゃないですか。あんまり縦に開かない。あ、てか基本 あんまりあの人口開けない、うん、あ、X のヒデ、マジっすか。ヒデ、ドライバーズハイもありました。あ、じゃあスリルとドライバーズハイを、はい、あの CM 開けてから行きましょうか。曲紹介入れますね。曲紹介はですね、この曲が終わってから一旦 CM でするのあれやって、はい、で、CM 開けたら曲紹介なしで、なしでもそう、はい、そう、ヒデのもね、それトベトベとかじゃないですよね。いいね。起きてるか。誰？お元気ですか？うん。そんな感じ。厳しいね。特徴のある人はモノマネしやすいよね、だからね。リクエストないね。これね、2人で歌えるからいいんだよ。何が？クソ、ヒデ来ましたね。これ X のパタロンなんで、こう。失礼。無視したな。ち、邪魔したから。聞こえなかった。あ、そう。ブルガリさん、あの、どんなメンバーと言ってるんですか。でも分かります。なんかあの、うん、あの、なんて言うんだろう、入り込めるっていうの、入り込めますよ ね。それこそひとしさんがね、ライブでやってましたね。モンツーでね。間もなく終わりです。はい、
これぞラジオ僕らの年代の、ボーイのビーブル、そして、コンプレックスの恋を止めないで2曲続けてお聴きいただきましたけれども、はい、ね、僕らがラジオを聴いてた時はこれがしょっちゅう流れてきてましたね。うん、そうそうそう、なんかラジオつければ聴ける感じのね、週末とかはね。なるほど、そういう曲でございます。はい、いかがでしょう。飛んでた？え、飛んでた？飛んでた？飛びませんよ一緒に歌ってましたよね。ということで、なんかね、皆さん本当にね、すげえ、あ、確かになっていうのをいっぱい送られてきてますけどね、まだまだね、リクエスト受け付けてますんでね、ラジオお聞きの皆さんもこれかけてとかこれ聞きたいっていうのがあったらね、送ってみてください。ということで、ここで一旦 CM です。ダメだワンダフルモーメント、トミーと松のエンディングテーマ、懐かしい、リクエストちゃいますからって懐かしいって愛の意味を探します。あ、探してください。せっかくねえ、ブルガリさん、愛のメモリー、愛のメモリーありました。 ありました、はい、シゲルこれね、外で毎日作業してるじゃないですか、うん、最近、ね、うん、でもね、なかなか茂るぐらいまでにはいけないね。あら、どうする、うん、あの人、どうなんだろう、焼いてるんだろうね。あの、日産売ってるみたいですよ、お家にあるみたいで。サウナっていうか、あ、はいはい、そう、あれじゃない、あのドラキュラの棺桶みたいなのがこの状態じゃない、寝るとき入ってるで、顔もだよすごいもんね、真っ黒だよね。しけそうだな。あ、秀樹のモノマネ、最初秀樹のモノマネしながら足で正直物を返さないぐらいに熱唱したらもうやがったそれをやれるキャプテンさんが俺はすごいと思います交差点の100円拾ったよってやつですよD の声がしたかなと、じゃあ CM 系はもうさっきのもうすぐ、はい、スリルいきますね。はい、スリル、5秒前、3、2、1。お、キリン屋さん、パラフレーズのデスティニーって曲いいですよ、ありがとうございます。パラフレーズ、はい、キリン屋さんみんなキャプテンさん、まだ死んでないかな、笑い。大吉さん、 D は生きてたんだにゃほぼ死んだ扱いだったんですねDDD あ、おー、すごかったですね、すごかったですね、本当にびっくりしました。これなんでこんな降るのみたいなね、うん、仕事っていうか現場終わってからだったからよかったんですけどね。いや、降ってないよね。俺だんだん黒くなって、今降ってないです。あ、今降ってない、今降ってない、うん、そういえばね、あの、みんなね、ほとんど聞いたことないと思いますけどね、はい、X ジャパン、トシがいますよね、うん、トシがあのソロでやってた時に、うん、あとね、Welcome to my Destiny っていう曲がありましたね。そう、うん、カラオケで歌っても絶対盛り上がらない曲。あ、キャス君あ、キャス君、ありがとうございます。キリアさん、渡辺美里の恋したっていいじゃないわ、カラオケで盛り上がるよな。お、結構あるんだな。
恋したって、もうこの曲って言ったらもう絵頭っていう感じになってしまってるもんね。あ、ちょっとパラフレーズは見つからなかったんですけど。ああ、本当ですか。キリン屋さん、ごめんなさい。パラフレーズのですね、デスティニーがちょっと見つからないみたいです。もし他にあったら、ぜひお願いします。そしてですね、さっき歌ってたのって、ちびまる子ちゃんのエンディングでしたっけって、そうです、そうです。そうです、走れ正直の西城秀樹さんですね。お、都市の歌、それ知ってる。俺らも昔歌ったことある。マジっすか。ありがとうございます。なんで俺が俺に言うのかわからんけど。ありがとうございます。都市に変わって。決定したっていいじゃない。ブルガリさん、なんか違う。何かが少しずつすごい違ってるぞ。確かそうでましたよね。じゃあそうです、そうです、ね、ソロアルバム何枚出したかな、あの人。1枚、2枚、3枚ぐらい出してるのかな、うん、あのね、ヘブンとかね少しずつ下ネタ。あ、ねえ、キリンさん、ディーンの一人じゃない、うん、探してもらえますか。ディーンの、ディーンの、はい、一人じゃない、一人じゃないです。あ、はい、やっぱり乗れるっていうのはテンポがいいんだね。ですな。そしたらここで私飛んどこうかな。でもほら、今日の西澤さんの歌みたいな、ユニットバスっていう歌みたいな、うん、すごいあのテンポ的にはすごい暗い歌なのにみんなで大合唱するっていう大変なね、あの後ろみんな歌、うん、いや便器のそば、あ、便器のそば、うん、便器のそば、あ、ブルガリさん好きじゃないかな、あの歌。一人じゃない、二人でラブ行くの、確かに一人で行ったらめっちゃ寂しいですよ。寂しいっていうより危ないよね、うん、てか出るとき相当寂しいはず。はい、議員の一人じゃない、ありました。ありました。あ、で、今スリル終わるので、そのままラルクでしたよね、はい、ドライバーズハイ。これ頭振ったら危ないね。頭振る歌でしょ。そういえばですね、固定さん、はい、俺前行ったかな、あのコンビニ行った時に、うん、あの人でかいんですよ、2メーター近くある、うん、あの ね, ね、うん、で髪の毛ボンって立ってるじゃないですか、うん、ということはもうはっきり言って2メーター以上あるんですよ。そうだね、うん、ね、で、あのちっちゃい男の子に見つかってるじゃない、あ、宇宙人だ。そう見えるかもって言われたって自分で言ってました。ああ、これは誰かから聞いた話じゃないですよ。お、苦いって言った。あ、500マイルとかも好きですね、宇宙人って。500マイルっていうのはあのパルミラ通りにね、小沢ね、500マイルっていうお店がありますけどね。知らない。エイスさんとこの隣。あ、そうなの。500マイルだった？うん、2階に登っていくとこだったはずや。おー、そうだったか。そうですよ、500マイル。あそこも DJ さんがいたんじゃないかな。あ、DJ さんがいるんじゃなくて、ね、おばちゃんがいて、すごい雰囲気のいい店。へー。あの暗くてね、ハイテーブルとハイチェアのセットなんで、あの、山内さんと一緒にここでバラしていいのかみたいな。で、はい、500マイル。500マイル。ディーン、いや絶対に、ね、時間がね、もうあと17分しかないんですよ。とりあえず500マイル。500マイル。あ。マジですか。今日チュネミサキでザブングルの悔しいですの人とすれ違った。悔しい顔はしてなくて普通やった。うん。あ、通常悔しい顔してたらやばいっすよ。笠間滝さんもよくカラオケとか行くんですか、ね、昔はよく行ってましたね。昔よく行って、最近行くとしたら、うん、ライブの前に練習しに行くね。そうなんですよ。だからカラオケ歌わんよね。あのね、うん、カラオケ要はですよ、自分がギターをやるようになってカラオケ行かなくてもやれるというやれるようになっちゃったから、
それで多分行かないのかなと思うんですけどね。あ、そっか、パラフレーズあれだ、新京さんと一緒にライブやったりするパラフレーズさんですね。ああ、すいませんすいません、気づかなかった。キリン屋さん、ありがとうございますね。そうですよ、ジグザグとかね、うん、F、うん、でも ね、 ね、ライブされるんですよ、パラフレーズさん。そうだそうだ、なんかさ、はいはい、年末ぐらいに、うん、カラオケ大会したら楽しいかな。いや絶対 ね、 あのね、ラスキスさんとかも一緒にね、やったらモノマネ大会みたいな、ね、そうで、必ず出てくるのが桑田佳祐さんだけどね、佐々木さんね、あ、誰がやるかっていうね、うん、準備できないけどです。あ、はい、ありがとうございます。次は、ですね、BGM でマジンガ Z お願いします。え、でしょでしょ、カラオケ参加、あ、大会熱烈参加希望、期待曲だ、ウルフルフのガッ、あー、あったあった、ウルフルのガッツだぜね、ガッツだぜ、うん、ウルフル絶対楽しいと思うよね。え、相当楽しいと思うよ。だからそのために、ね、あの、その人前の日は仕事休まんと。まあね、うん、頑張らなきゃいけないからね。カラオケ8台、8時間耐久カラオケ。すごいな、それも。だってカラオケ行ってた時って2時間3時間普通に全然歌えてたから、ね、そうだよね、盛り上がること間違いないです、間違いないです、間違いない、ね、結構います、はい、はい、もう一回あげます、はい、ね、ホテイさんのスリル、そしてラルカランシェルの、これなんだっけ、ドライバーズハイ、はい、ね、2曲続けて、お聴きいただきましたけれども、はいだね、はいだねえ、さあ、そしてなぜ BGM がマジンガー Z なのかというね、うんうん、不思議な不思議な感じになってきましたけど、結構ねリクエストが多いから、リクエスト本当に、ね、たくさんいただいてますよ、なるべくいっぱいかけたいし、そう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 、なんですよこれね、そう、キリン屋さんからもねリクエストいただいてます。初めてのリクエストですけどね、でパラフレーズさんのディスニーっていうのを最初にいただいたんですけれども、これね、あの小座で活躍されてる、うん、最近ねよく聞く、方たちなんですけどね、ちょっとまだパソコンの方には上がってなかったみたいで ね、音源がなかったみたいで、ちょっとおかけできなかったんですけれども、次は何行こうかな、次はですね、よし、じゃあですね、みんなが熱烈希望している曲を1曲、うん、ね、何なんでしょう、もう誰のとは言いません、愛のメモリーに行きましょう。来たよお聞きください、愛のメモリー、黒、顔真っ黒じゃん。最高だよね、かっこいい、おはようございます盛り上がりますよ、もしちょっとスリムカラオケ大会が開催されたら西城秀樹のモノマネしながら走れ正直者を歌うぞ、よし絶対やろう。あ、ちなみに実はキリンさん、あ、パラフレーズのマネージャーでした、新京さんとはいつもライブで楽しませてもらってますね、そうなんですね、新京さん面白いな、僕もキャプテンも年なのでオジンガー Z です。ちょっと待ってください、あのね、お二人がね、年っていうとね、僕もそれに続いてますからね、あの、たださえ最近ヘルメットの被りすぎてね、頭がだいぶ薄くなって、あ、だけどそれより多分キャプテンさんたちに近いか、もうちょっと上の方が、あの、D って方がいらっしゃるんですよ、あの人が、ね、ね、年齢差上のそう、だから年功序列に行けば D がいて、あなたがいて、で、キャプテンさんたちがいて僕下から2番目ぐらい、キャンさんの次が僕ぐらいの感じに持っていきたいなと歌は松崎しげる、エンダーなんで美しい人生を、いやー中澤さんの
キリン屋さん、すごいっすね。小田和正さんのここ、了解。ちょっと待ってくださいよ。ね、しげるが来たでしょ、今。もうしげる言わばはいいですからね。小田さんも行きますね。ね、小田さんも一応検索お願いします。あと10分。うお、どうしよう、でもモーニング娘。来て。あと3曲くらいだよね。頑張って。3曲くらいかな。で、BGM も入れて、4曲か。そうですね。結局ね、キリン屋さんのは1曲も流せてないので、小田さんのところありました。うお。超人か、俺。おじんが出たブルガリさんで、グレートおじんが俺。しおりのソガエルとかもいいでしょ。あ、しおりちゃん。うわ、どうしよう。ね、BGM で、はい、BGM で、あなたに、BGM でラブマシーンお願いします。はい、BGM でラブマシーン。うわ、ラブマシンが BGM になっちまった。残り20秒です。あ、ピンクレアの UFO、あ、確かに。俺はグレッタ好き。だから UFO とかはモノマネしやすいよね。ユンピョウじゃない。マイクかけます。はい。はい、ということで。ね、ね、もう言うとくいいよ、早く。そうですよね、もう9分切りましたからね。そうそう、でも BGM ラブマシーンなんだ。あそっちか。ちょっと聞きたいんだ。そっちか。ね、そんな感じでもうどんどんいい曲出てきますね、うん、ラブマシーン来週は頭にかけようかな。そうだ、来週のテーマどうしましょう。もうこのままカラオケでいきますか。全然流せてないのいっぱいありますよ、もう。ねえ、さあさあ来週。ね、さ先ほどほら松崎しげるさんの曲を、ね、流させていただきましたけど、ね、松崎しげるの叫び声がサイマルラジオから流れてる。スピーカー壊れるかなって、キャプテンさん。あ、そうですね、来週はじゃあカラオケで歌うバラードいきましょうね。あ、いいな、ね、バラード大好き。バラードね、今日はね元気のいい曲ばっかりいきましたからね、うん、ね、さあバラードを得意とする、でも何も浮かばないってやつでしょ。いやいやいや、あ、そう、うん、じゃあ来週はねカラオケで歌う、バラードっていうところで、いきたいと思います。よろしくお願いします。 ね、そしてもう7分半しかありませんからね。もう流せるだけ曲を流していきたいと思います。ね、じゃあ次はディーンのキリン屋さんからのねリクエストで、ディーンの一人じゃない。そしてですね、もう一曲最後はね、よし、それが終わってから考えよう。ね、じゃあディーンの一人じゃないお聴きください。あ流れるかな。何しろ柳のディーンの公開お葬式だ。どんなあれなの。新規さん知ってるんですか。はい、知ってます、よく知ってます。カラオケで歌うバラード、そしてですね、ラストを、はい、ガチだぜ、ガチだぜ、はい、もうこれ終わったらそのまま行く感じなんですけど、はい、最初はちょっと BGG で、はい、あのバイバイだけ言いますので、はい、じゃあ一回これがもう完全に落ちるように持っていきますね。はい、で時間的にこれ何分あります？あと3分ぐらいです。あと3分ぐらい、あ、はい、じゃあいいと思います。申し訳ないです。お名前教えてもらえますか。カンです。タキです。そう。で、新京さんには通じます。はい。
二つです。かなさんが、で、ますみさんが。あ、まあ、私、ますみさんのね、うん、歌大好きなんです。でーす。なんか、あったよね。これ何だったっけ。え、ちょっと待ってよ。ね、あ、わー、もうダメだ。最近もうこんなのやらんから、全然忘れてる。あの、ほら、南春雄でございますってやつだから。いいね。そうです、そうです。タキ、そう、タキです。そう。あの、七面鳥ではないですよ。うん。だ12月は危ないからね。いや、危なくない。七面鳥じゃないの。あの、逆さ貼り付けにならないように、12月は隠れん条件。それタキでしょ。ケンタッキーよろしくお願いします。お願いします。ケンタッキーそんな感じ。葬式で思いましたが、これは信じまっただって歌なかったけどありましたありましたよ。だけどあれ信じまっただ、これを信じまっただ、だからあれモノマネいいね。俺早回ししてるのかと思ったわけ、うん、そしたらあんな歌だったね。あれ早回しじゃないのだろ。うん、そうなの。私こそうだよ、回転だよ。ですよね、うん、うん、違う違う、あの、その元々あった曲を回転で速くしてわざとあんなやつ弾かせてるのかなって、その誰かが弾かせる人がね、うん、いや、だけど回転で早回しして作った曲なんでしょ、結局でしょ、ね、南ハローって何です。来たよ。申し訳ございません。こちらの都合で。そうなんだ、キリンです、よろしくお願いしますって。 FM 読谷さんはね、ひちゃこがパーソナリティしてますね。キリンさん、よろしくお願いします。キリンさん、よろしくお願いします。早いな。あ、4分切っちゃったよ。タキピさん、終わり30秒です。イエス。で、ちょっと曲自体はそのまま繋いでくださいね。じゃあ、ちょっと BGM。はい。みんなにハローでございまーす。ね、南ハローさんがね、言ってたらしいですよ。ね、今日も。残り3分10秒、うん、ね、早い ね。僕たちの場合何しようかっつったってね、何もすることがないっていうのがいいことですよね。皆さんにとにかく曲を聴いていただくっていうね。そう、必死にリクエストいただいて、そうそうそう、もうかけまくる、ね、皆さんに必死にリクエストいただいて、いただいて、それをかけまくって、かけまくる、そしてかけられないのが残りまくるっていうね。この流れでございます。ね、今日はですね、カラオケで盛り上がる曲っていうのでリクエストを募集して、皆さんに聞いていただきました。来週のお題はですね、はい、今度はカラオケで歌うバラードということで、募集をさせていただきたいと思います。またね、それこそ僕たちが知らないような曲もいっぱい出てくるんじゃないかって思いますからね、うん、来週もガンガンリクエストよろしくお願いします。じゃあ最後はですね、ウルフルズのガッツだぜを聞きながら元気にお別れしたいと思います。いつも元気ないからね。でもまあこんなのいっぱい花火ね、はい、花火いっぱいです。いただいてありがとうございます、ね、綺麗だね、はい、ということで、今週もちょっとストリームお聞きいただきありがとうございました。ホワイトはユニット系のカント、タキと、ミキサーのキャンでした。また来週、イエーイ。花火のさ、ありがとうございます。花火のやつはラジオオンエアの時は言わない方がいい。あ、そうなんだ、ね、見えないの。あ、そうか。だからイエイ、コザの時は結局俺全然それの時は読み上げしない。うん、今日のヨシエロさんの時は、あ、お疲れ様です。帰りは気をつけてということで、朝倉さん、ありがとうございます。ありがとうございます。今日は2度もお会いできて光栄です。本当だね。嬉しいです。はい、お疲れ様にゃ。大吉さん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。カラオケ大会いつにするみたいな。本当に
夏バージョン、冬バージョンあったら楽しいかもしれないけど。でも夏バージョン、冬バージョンと春と秋も春夏秋冬ね。春夏秋冬、季節の…それじゃないね、すいません打ち合い、乱打戦、野球で言えばいいなぁ。リベッタさん、リベッタさん、なんかいい前の日もツイキャス花火イエス、すげえめっちゃ花火でしょね、毎週毎週すごいですよ、花火大会していただいて、でいつもこの画面の花火をね、見て楽しんでます。そうそうそう、ありがとうございます。綺麗だよね、でもそう感じますね、うん、イエス。花火毎回エンディングで打ちまくりちょっと暴発したんじゃないかぐらいのね、うん、ありがとうございます。こんなにいっぱいすげえ、もう何発打ち上げられてるのか数えたいよ ね, ね、8月ぐらいにも花火大会しましょう愛を感じますね。そう、もう本当にその通りです。もうありがとうございます、皆様のおかげで、あ、はい、ということで、時間過ぎてますね。今週もありがとうございました。ありがとうございました、キャプテンさん、ね、ライキさん、ブルガリさん、ラスキツさん、そしてキリンヤさん、甘塚さん、宮城さん、本当にありがとうございました。来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではツイキャス終了します。